グランドはちっちゃいし、向こうも土で、まあ、あまり状態は良くないんですけど、まあ、やれるっていうことに関してはすごいありがたいっていうところです。なんで、まあ、グランドがないっていうことはないので、はい、なんとかやれるようにはなりました。するんで、やるときはきっちりやってくれる選手たちなんで、チーム高校生、中学生、小学生あるんで、見に来てくれたり、お手伝いをしてくれたりしてくれるんですよ。本当にまた密着した形で選手が取れればいい。で、当然他のところからで一緒にやって盛り上がっていったらいいかなとは思います。また今年いろんな人の支えと支援のおかげでまた活動を再開できることになってチームに戻ってきました。この街とともにチームが成長していきたいっていう思いがあったんで、サッカーで力になりたいっていう思いは今すごく強いです。とか、いろんな子供がたくさんいると思うんで、そういった子供たちにあと近い存在っていうか近い目標になれるように、将来その子たちが女川に J リーグチームがそこを目指せるっていう場所を作りたい。誰よりも一歩前に進むじゃないですけど、僕たちが引っ張る、そうですね、そういったことになりたいです。一度最初は人見知りするんですけど、そこからも仲良くなると家族のようにしちゃってくれるんで、そういった人たちがやっぱり楽しみにしてくれてるっていうのはすごい力になるんで、ワルトーレの名前のデカさというか、みんなに知られてる、すごい街密着してんなみたいな、地元の力感じます。はい、もうすごい、もういろんな人を応援してくれてすごいありがとうございますみたいな助かってます。近いですかね、距離が。そうっすね、すごい密着すごいありがたいです。来てくれた人になんか少ない時間ですけど、思います。そこから長崎の方に移籍しまして、でいろいろ学ばせてもらって、今年からまた再始動ということで帰ってきましたと思って、まあ、そういう思いで帰ってきました。震災によってそのつながりというのをすごい強く感じさせられた部分もあって、新しく来た選手を含めていろんなさまざまな思いを背負ってプレーすると思うんで、そういうのを感じてもらえて何かのきっかけにしてもらえたら嬉しいなと思います。